平塚駅からゴミ拾いをしながらベルマーレの練習場にやってきたよ。練習場の向こうに見えるのが相模川。相模川でもゴミ拾いするぞ。と、その前に練習場に来たんだから僕たちも特訓だ。ということで、よし、基礎体力上げるために坂道ダッシュだ。ずっとこうしていたいな。特訓はもういいんだ。ねえ、知ってた？相模川は僕らにとってとっても重要な存在なんだよ。うん、実は神奈川県の水道の水源の約6割はこの相模川から賄われてるんだ。相模川は僕らの生活には欠かせない存在なんだ。そうだね、あそこのお花畑も綺麗だよ。